皆さんどうも平田祐介です。今日はですねこの YouTube チャンネルほぼ皆無に等しいんですけれども、外ロケをですね今日やりたいなと思っております。まあ、秋めいてきましたし、まあね、芸術の秋、そして食欲の秋、そしてスポーツの秋、そして物欲の秋って言わないかな、まあ、物欲の秋は言わないかもしれませんけれども、だけどねこの季節の変わり目ってまあ、物欲も出てくると思うんですよね。まあ、の気候もすっきりしてきてね、都内のおしゃれスポットであります、まあ、僕もね演奏を何度かさせていただいております、本当に大変お世話になっている蔦屋家電さんにですね今日はお邪魔しまして、まあ、家電なんですけれども本であったりとかね、まあ、もちろん家電もありますし、まあ、いろんなものが、ね、揃ってるんで、ちょっとね今日はもう物欲の秋ね、芸術の秋でもあるので、東京の二子玉川にあります蔦屋家電さんに今日ねお邪魔したいなと思っております。どんなロケになるのか乞うご期待。では二子玉川に行ってきまーす。はい、というわけで、二子玉川駅に到着いたしました。ということで蔦屋家電さんに向かいたいと思います。蔦屋家電到着しました。こんにちは、どうも、ね、もう久しぶりですよ ね、 そうですね、ここでねお店でお会いできるのはね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね閉店後の蔦屋家電に特別にねお邪魔して、はいはい、もう閉店後のなんかこうすごくまたいいですね。そうですね、閉店後のこの空間、特別感ね、いいですよね。はい、芸術の秋、スポーツの秋でもありますし、そして食欲の秋でもありますし、そしてやはりこう物欲の秋ということで、ちょっとご案内してください。はい、お願いします。はい、ここはあの新刊だ。そうですね、新刊、あの人文って書いてあるんですけど、蔦屋家電ってあの、本の大きさとか、あの出版社さんとかで並べを決めてなくて、並び方を、あの内容とかあとおすすめとか、そういうのであのちょっと分けてまして、いや、まあ、ぜひ、ね、皆さんに、ね、遊びに来てほしいと思って、はい、今日は僕の YouTube 企画で蔦屋家電さんお邪魔してるんで、皆さんぜひよかったらね、まあまあこれまだ序章なんでね、はい、はい、じゃあちょっと先行きましょうか。はい、はい、小川さんの本がある。あ、そうそう、あ、そうなんですよ、小川隆夫さんの本が、小川隆夫さんの本、あの小川隆夫さんの伝説のライブインジャパン、ここであのイベントしていただいて、ああ、小川さんやったんだね、はい、そうなんですよ、あ、ここはもう本当に音楽の本がね、そうですね、あ、ひよさん、あの、はい、ちなみに、あ、皆さんの本がここにサイン入れて、サイン入りでありますよ、サイン入りで、じゃあ次は、ごめんなさい、あの沖野さんの本が、あ、沖野さんの本、ボスの本、ボスの本もあった、ボスの本、沖野さんの本も、ボスの本、ボス、ボス、沖野さん、ね、ありますよ、はい、もしよかったら2階行ってみますか、2階行ってみますか、行ってましょうか、はい、なるほど、いやでもここもやっぱりいろいろありますね。いやこれも本当1日じゃ足りないですよ。そうですね、ねえ、あれ北田さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ねえ、いいですね、そうですよね、はい、なんかコロナになる前ですよ、はい、本屋博やらせてもらって、はい、そしてまたコロナになってからここでね、もうここでまさしくオンライン本屋博のね、はい、演奏動画と本のご紹介をですよね、はい、させていただいて、はい、今日はどうされたんですか。いや僕はそれは聞きたいですよ。打ち合わせですよね。あ、そうなんです、あのこちら小説家の安久さんで、はじめまして。いやはじめまして、どうも。ちょっと本のコンセルジュの方から、はい、まあ北田さんなんですけど、はい、あのご紹介いただいて、はい、ののの買っちゃったんですけど、はい、今占いらしきもの、そうです、そうです、はい、されてましたよね、はい、お買い上げいただくと、はい、ですよね、そうです、ね、知ってます北田さん、なのであいうえお占いやっていただけるんですよね。もちろん、はい、任せてください。忖度ありでやらせていただきます。心にあんまり負荷をかけないような占いをやらせていただきます。優しいです、小田さん、はい、あの今月ですよね、初の単行本になるんですよね、はい、北田さんからのご紹介で、ののの、太田康久さんの本なんですけれども、こちら購入して今からあいうえお占いをやっていただこうと思います。はい、購入特典としてのあいうえお占い、はい、ここ蔦屋家電でののの店、のの店ね、はい、やってらして、はい、このタイミングでお会いできるとはね、はい、
思いもよらず、はいはい、で北田さんともお会いするとは思わず、先ほども占いも、ね、たくさんいましたね。そうですね、大盛況でした ね、 本当に、はい、本が目当てなのか占いが目当てなのかもはやわからないお客さんが集まるようになってて、もう本当に、うん、もう占い師としてやっていこうかなっていうぐらい、そういう意味でも自信を得てしまったんで、ちょっと変な自信が。さっき偶然に北田さんにお会いした時にはやっていただいてるんですね、北田さんね。あ、そうですね、アイウェイ占いね、はいはい、すごい当たります。うん、当たるんですね。じゃあ早速なんですけれども、そうですね、はい、はい、お願いします。はい、アイウェイ占いはですね、50音の中から僕がランダムに、あとかいとかを言いますので、はい、それが頭についている言葉、はい、しりとりと同じように、はい、単語を瞬間的に返していただく。なるほど。すぐに、はい、反射で、はい、だから例えばこんなこと言ったら変かなとか、はいはい、一回頭に浮かんだけど変えちゃおうかなみたいなのはなしにしていただいて、ね、はい、占ってほしいテーマはありますか。はい、今回コロナでだいぶ仕事にも影響が出ましたので、仕事を、仕事で、はい、では行きますね、はい、と、扉、な、なす、ふ、不思議、こ、コマ、コマ、はい、え、エロ、わエロ、はい、ここが表面で、ここが内面で、これが本質です、ということは本質はエロってことですか。本質は本質はエロです。いや、これ当たってるかもしれません。じゃあ解説をさせていただいていいですか、はい、ざっと、はい、扉は入ったり入れたりができるので、はい、対面に対して結構取捨選別をされる方ですね。はあ、怖いな。まあ、ナスなので食に絡めてる、はい、食なので欲望があって、はい、まあ不思議コマ欲もあるんですけど、ちゃんと、はい、それよりもやっぱりこの不思議っていうのとコマって、コマっていうのはやっぱ運動するものじゃないですか、はい、動くもの、はい、なので、まあ、働き者ですね、すごく。あ、うん、はい、ファンタジーなものを軸にして、まさにコマのように曲がって動かれてる方ですね、はい、うわー、こんな当たるもんなんですね、北田さん。色気に最終的に落としていくっていう、はい、ムードだけで動いてるんですよ、本当に。それ良くないじゃないですか、それ。芸術をやる上ではすごくいい。あ、そうなんですか。そう、芸術的才能は当然ここは溢れてるので、はい、なるほど、これ鋭いっすね。ね、北田さんね、これ鋭い。明日から占い師でやっていこうと思います。あの北田さん、はい、この太田さんの初の単行本を、はい、ののを出されたということで、書誌奇数記ですよね、はい、一人出版社を立ち上げて、はい、これからすごく楽しみじゃないですか。いや、そうですね、小説の知りやすさと、まあ、ご本人 の、はい、そのギャップがすごくてですね、そこを楽しんでいただきたい。すごいですね。いや、もうこれ十分今日の動画で太田さんのこのギャップね、はい、動画見られてる方はもう十分堪能してると思います。本当ですか、ありがとうございます。はい、のはシリアスです。ののはシリアス。それは、はい、そこだけは強調してないですね。シリアスだけどエンターテインメント性はあると思うので、ええ、はい、僕の中ではジャンプに乗っててもおかしくないと思ってるんで、それぐらいポップだとは思ってるんですよ。ああいう占い楽しんでいただいた方は、うん、僕の小説も楽しんでいただけるというふうに自負しておりますので、安心して読んでいただければと思います。今月発売されました。もう発売されてほやほやのノノの、ぜひね、読んでみてください。あの北田さん。はい、北田さんは3つのね顔を持ってらっしゃるんですよね。僕が出演させていただいた本屋博のね実行委員長もされてて、で、ね、はい、でここ、蔦屋家電のコンセルジュもされていて、 そうですね、はい、そしてね一人出版社も立ち上げてる、この3つのね顔をお持ちなんですけど、はい、本当に大変ですね。いや、そうですね、いろんなことを同時にやってるんで、でも、結構太田さんと近いところがあって、太田さんにも3つの顔があって、まあ、小説家と、ですね、あと文芸人の夫人っていうのの企画編集と、はい、あとブックマート川太郎の店主と、あ、ごめん、4つですね、あ、占い師、そうだ、占い師、そういうところで2回やって、なるほどね、いいコンビだと思いますよ。今日はね、あいうえお占いを太田さんにやっていただけるというハプニングもあり、そして本当はね、蔦屋家電をおすすめのグッズとかを紹介してもらうことで来たんですけど、もうびっくりすることに北田さんともう本当にね、お久しぶりにお会いすることもできて、またこうやってインタビューもまさかやらせてもらうという、はい、本当にラッキーな出会いがありました。今日は楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
はい、ということでですね、今日は二子玉川の蔦屋家電さんにお邪魔いたしました。本当ね、スタッフの方々にはですね、お世話になってカメラね、いろいろと回していただいたりとか、本当にご協力いただいて本当にありがとうございました。店内を案内してくれた、糸井さん、本当にありがとうございました。そしてカメラを回してくれてた、小松さん、本当にありがとうございます。そして何といってもね、もうびっくりしましたよ、書誌奇水記をね出版されている北田さんね、もうびっくりしました。うん、そしてね、占い師であるね、占い師じゃない、小説家の太田康久さんにもね、お話いろいろ聞けて本当にね、充実した、そしてハプニング満載のね、蔦屋家電珍道中、そんな感じでした。はい、ということで初めての、まあ、僕がねカメラ回して、そしてこんな動画編集してっていう、この YouTube チャンネルの中では、まあ、ほとんどねお初に近い感じのね外ロケであったんですけれども、非常に充実した一日でした。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、ということで今日はね二子玉川からお伝えしました。皆さんまた。